満たされぬ心を抱えぎらつく目をした男たちが銀幕をかける一匹狼の刑事松坂桃李さんと凶悪組織の死闘を描く映画「古老の地レベル2」である先行上映の劇場で2時間19分目が釘付けになった作家柚月優子さん山形市の 人気シリーズの映画化第2弾相手の裏をかこうと攻めぎ合い肉体が激突する迫真の映像が続くならば撮影現場もさぞや荒っぽかっただろうと思っていたら違った出演者やスタッフはお互いを尊重する研修を事前に受けていたという原動力は白石和也監督の思いだ 助監督を務めていいた若い頃、監督の土星は日常だったさらに日本では巨匠たちのハラスメントがまるで武勇伝のように語られてきたけれどもどなれば良いシーンが撮れると思うのは幻想だ自分が監督になってみてよく分かった意識の変化は作品にも反映する 一方うまく対処できなかった例が東京五輪の組織委だろう式典の楽曲担当のミュージシャンが過去のいじめ問題で批判を受け辞任した際も判断の遅れが目についた何が大切な価値かを捉え風通しよく今からでも心がけてほしい